まあね、じっとしててね。ここで、いこちゃん、まだ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 。まだ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 、気になるね。ね、いこちゃんなんて、まだ食べちゃダメ。食べ物じゃないんだ。10色のカラーバリエーションはこんな感じのラインナップです。今回使用するアイテムはレブロンのムーンキャンディのシリーズです。限定10色のうち280番オービットを使ってみます。なんとこれベースコートとトップコートがセットになったお買い得な1本なんです。そしてこちらはキラキラ斜め入りのトップコートです。3D ホログラム効果でぷっくりボリュームのあるネイルに仕上がります。今回ネイルを塗るのは私ではありません。このドーベルマンのシュナイダーくんの爪に塗ってみます。ワンちゃんの爪にベースカラーを塗ります。犬は匂いに敏感なのでこまめにドライヤーで乾かしてあげましょう。人間よりも匂いに敏感な犬なのでドライヤーでこまめに乾かしてあげましょう。小型犬はもっと敏感なのであまりネイルアートは向いてないかもしれません。この子は爪が分厚いのでネイルの影響が少なくて済みますが爪の薄い子は気をつけましょう。まだね、まだね、まだ我慢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 。ちなくんがプル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 。まだだよ、そんなまだだよ。まだだよ、我慢我慢我慢。我慢ね、我慢ね。ちなくん震えてるよ。我慢我慢。我慢我慢。偉いね、ちなね。我慢我慢。まだだよ。ちなくんはですよ。ねえ、もうちょっと我慢しようね。綺麗になってきたよ、シュナくん。まだだよ。ねえ、もうですよ。もうちょっとね、我慢してね。まだだよ、シュナくん。まだだよ。シュナくん、綺麗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 。シュナくん、綺麗綺麗。まだだよ、まだだよ。仕上がりのイメージ、かなりゴージャスです。